行くぜ翼。そんな、美咲のいない今、お前一人じゃ俺たち二人は止められないぜ。確かに美咲くんはいない。でも今の俺にはチームのみんなが、大勢の仲間がいるんだ。センターラインを越えて攻め込む。はあ、相本君、ここは抜かせません。横にかわして突破。守備陣の隙を狙う。チャージが決まった。杉君、ここはパスに引き出す。体ごとぶつかっていった。岩見君、激しいタックル。ここはパスに切り替えた。翼くん、センターラインを越えたドリブル。これは南米式のドリブルだ。翼くん、豪快にシュート。吉倉くん、横に飛んだ。これはキャッチできない。あ、かわした。何だと。パスを待つ。森川くん、ボールダッシュ成功。ここは勝負を避けた。それよ、ドリブルと見せかけてパス。ドリブルでボールを運ぶ。あっと奪い返した。体ごとぶつかっていった。相本君、ここは抜かせません。岩見君、激しいタックル。タックル、素早く横にかわす。武田君、ここは抜かせません。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。ゴールを狙う。止めた。パントキック、どこまで運べるか。スリジン、このパスをカットします。翼くん、ボールは友達渡しません。武田くん、パスを出します。高杉くん、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。武田くん、ここは抜かせません。ガッと奪い返した。それ翼くん、ヒットシュートを放った。ロリオスクラくん、このシュートに反応している。いけ。タックくん、激しいタックル。横にかわして突破。タックくん、センタリングを越えた。キスリング、センタリングに合わせる。渾身のセービング。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。これは南米式のドリブルだ。ここからシュートに持っていく。吉倉くん、このシュートを乗せている。先制のゴール。俺たちの闘志を見たか。翼、よし、しまった。それいけ。ガツオくん、飛び越えた。チャージが決まった。翼くん、ボールは友達に渡しません。村沢くん、スライディングでカット。行くぞ、トライアングルシュートだ。おっと、これは立花兄弟得意のゴールポストを蹴り上がってゴー。トライアングルシュ。そうはいくか。何？これはうまい。ボールは森崎くんががっちりとキャッチ。どうだ、見たか。いいぞ石田。ない頭でよ。まさにサルジエだ。なんたって俺は昔のオウンゴールの仮学。やるしかないな、カズオ。兄ちゃん、あっという間に前半も15分が経過。そら、カズオ、ここだ。おう、なに、行け。俺たちの真空中技、スカイラブハリケーンだ。これは決まった。タッキ。それ。キスギ君、横にかわして突破。連続突破で見せます。それ。キスギ君、センターラインを越えて攻め込む。あ、そんな。かわした。これはごぼう抜きだ。ドリブルで突破。さあ、ゴール前です。なんか、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。あ、弾きます。
くん、ロングパスだ。長いパスが通った。いけ、ミスニー君、ここは抜かせません。それここはパスに切り替えた。これで長野君、よく探して突破。武田君、タックルを決めた。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。小野君、横にかわして突破。連続突破で見せます。素早く横にかわす。小野君、横にかわして突破。小野君、クロスを上げた。ミクト、俺たちのクルーだ。スカイラブカリゲーだ。これはそこに出るぞ。ファルスミに決まった。これがスカイラブハリケーンだ。素早く横にかわす。止められない。キスリ、ここからチャンスを作れるか。もらったか。かわした。コーダ君、ボールを奪うことができません。このセンタリングをものにできるか。花はゴールキックで仕切り直します。パスを受けた。チャンスが決まった。横を振り抜けた。キスリ君、横にかわして突破。あとドリブルを見送る。ドーサー君、ここは抜かせません。カズオ君、飛び越えた。体ごとぶつかっていった。長野君、センターラインを越えて攻め込む。かわして振り切った。キスリ君、連続突破で見せます。ここからシュートに持っていく。横っ飛びで鋭く反応。防いだ。ハントキックで大きく蹴り出した。花は相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。伊沢くん、タックルも決めた。横をすり抜けた。キスリ君、敵陣を切り裂く。ここはパスに切り替えた。タチ君、クロスを上げた。長野君、センタリングに合わせる。激しいタックル。このクロスは通るか。このセンタリングをものにできるか。パントキック、どこまで運べるか。キスリ君、ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。キスリ君、ここからチャンスを作れるか。かわして振り切った。長い距離のスルーパス。カズオ君、飛んでかわした。ここからチャンスを作れるか。高杉君、ここは抜かせません。カー君、ボールダッシュ成功。かわして振り切った。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。カズオ君、必殺のシュートを放った。森崎君、これはキャッチできない。カズオ君、ゴールを狙う。と、止めた。パントキック、どこまで運べるか。ワンタッチで送る。野田君、ここで奪った。このスルーパスは通るか。かわした。体ごとぶつかっていった。パスを出します。ここでパスカット。岩見君、ここはパスに切り替えた。ここで前半終了の笛だ。立花兄弟のビッグプレーもあって南葛中と花松スカイラブハリケーンか。おお、とにかく俺たちは俺たち。相手に惑わされず自分たちのサッカーをすることだ。よし、行くぞ。後半戦カズオ。まだ大丈夫だ。何せこのシュートは。そう何度もこのシュートはできん。だけどあと30分。もちろんだ。血の滲むような特訓で編み出したこのスカイラブハリケーンで。大丸、後半の初っ端頼むぜ。オーケー。後半スタート。
行くぜ。行くぞ、カズオ。オン。くそ。俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。このままじゃ頭を。大丈夫か、マサオ。翼が俺をかばって。え、翼。肩を。翼。大丈夫、これくらい。試合には。翼、一旦治療を受けてこい。ああ、そうしろ。審判、一度翼を外に。ああ、両チームが給水タイムを取っている間に応急処置を受けた翼くんがフィールドに、どうやら肩を脱臼していた模様ですが、本当に大…翼、大丈夫か？もうあのふつさ。翼、俺たちは手を抜かんぞ。ああ、それが勝負の掟だ。クロスに合わせに行く。空中での激突だ。これは両者崩れだ。ここは抜かせません。中里くん、横にかわしてみた。カズオくん、ボールを狙うも届かない。そこだ、かわした。長野くん、ここは勝負を避けた。何、横にかわして突破。高田くん、スライディングで勝とう。おっと、攻守交代だ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、若島くん。翼くん、大丸くん、ここは抜かせません。チャージが決まった。パスを回す。それよ、杉くん、ここはパスに切り替えた。なんか、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。パントキック、どこまで運べるか。カズオくん、このボールのコントロール、体ごとぶつかっていった。もらってね。素早く横にかわす。武田くん、ボールを奪うことができません。ここからコートに持っていく。あっと、必死にゴールを守った。中村くん、ここはパスを出す。体ごとぶつかっていった。センタリングを上げた。ここでチャンスを潰します。そうだ、小山くん、激しいタックル。翼くん、ここからチャンスを作れるか。これは南米式のドリブルだ。翼くん、豪快にシュート。鮮やかに、これが俺たちの力だ。タックル、よし。それ、いけ。佐藤くん、パスを出します。小野くん、体ごとぶつかっていった。パスを出します。佐藤くん、横にかわして突破。塩田くん、このパスをカットします。佐藤くん、飛び越えた。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。かわして振り切った。大丸くん、ボールを狙いも届かない。かわした。タック、連続突破で見せます。力を貯めて強烈なシュート。おい、おい、このシュートに反応している。タック君、ここでボールを受けます。このクロスは通るか。このセカリングをものにできるか。吉川君、このシュートを正面から受け止める。塩田君、ボールを狙うも届かない。タックルを決めた。岩見君、ここで奪った。ロングボールを送る。ワンタッチで送る。下に行く。素早く横にかわす。ここからシュートに持っていく。今週のシュート、このボールにかわって反応。鮮やかに決めてやったぜ。よし、何、ロングボールを送る。長いパスが通った。中村君、パスを回す。守りは厚い。ならば、それ。伊藤君、激しいタック。
パスを出します。ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス、鮮やかなジャンプ、ドリブルで突破。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。ゴールは奪わせません。パントキックで大きく蹴り出した。ヘッドでパスを送る、素早くつなぎます。タッチ、ここは勝負を避けた。うまく返した。ここはパスを出した。河合くん素早く横にかわす。パスをうまく返した。岩見くん、ここはパスに切り替えた。よし、あ、かわした。浅田くん、このスライディングが決まった。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みます。カズオくん、飛んでかわした。これはドボー抜きだ。カズオくん、豪快にシュート。ボールはまだ生きている。ここで花をものにした。チャージが決まった。マサオくん、ここから打ってきた。チャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。タキくん、ここはパスに切り替えた。あっと、奪い返した。キスギくん、横にかわして突破。このタックルは不発に終わります。パスを回す。兄ちゃん、素早くつなぎます。キスギ、横にかわして突破。武田くん、ここは抜かせません。玉井くん、スペースにパスを出した。武田くん、ここはパスに切り替えた。横をすり抜けた。止められない。中村くん、ボールを狙うも届かない。ここはパスを出した。大きくクリア。ここはパスに切り替えた。奪い返した。それ三沢くん、素早く横にかわす。長野くん、ここは勝負を避けた。あっと、この位置でパスカット。鶴田くん、ここは抜かせません。小田くん、タックルも決めた。ここはパスを出した。チャージが決まった。体ごとぶつかっていった。チャージが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。あと、ドリブルを見送る。なんか、これは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。キスギ君、ここは抜かせません。ここは勝負を避けた。相本君、ボールを奪うことができません。ボールは取られて渡しません。ダメだ。ゴールキックです。ダイレクトでパス。長野くん、ここはパスを出した。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。チャージが決まった。ここはパスを出した。そら、玉井くん、ボールを奪うことができません。タックル、パスを出します。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。よろよろで鋭く反応。吉倉くん、これはキャッチできない。武田くん、パスを回す。加藤くん、飛んでかわした。三沢くん、ここは抜かせません。チャージが決まった。翼くん、激しいタックル、シュートだ。武田くん、パスを回す。ジャンプ一番、かわした。止められない。花はチーム全員での連続プレーにさらに磨きをかける。これはキャッチできない。これはタッチを終わります。花はここでスローインを得ました。あと、ロングスロー。ここでついに乱獲中、ベスト8進出一番。橘兄弟の空中サッカーをもってしても、お